どうもこんばんは、平井博明です。今回は力みについて動画を撮っていきたいと思います。力んじゃいます。平井博明のワンナップゴルフ。どの力みそれ？いい力み悪い力み、いい力みと悪い力みがまずありますよってこと、でそれはどういうことなのかっていうのを、どれが良くてどれが悪いのかをやりたい、なんでやりたいの？俺は力めって言うじゃん。あ、言う言う。でも世の中は力むなって言うじゃん。言うってことは、いい力みと悪い力みがあんだなと思ったの。うん、俺が言ってるのはいい力みでも、悪い力みはダメですよって世の中が言ってるから、バチバチしちゃってる。そうだね、静電気が。うん、そうだから、力めを邪魔しないでと思っちゃうの。うん、で、どうなったら力むのか。まず力んでたら力めないじゃない、もうそれ以上は。あ、そうだね。そうってことは、力んでなきゃいい、要は力む形になってなきゃいいわけよ。うんうんうん、力む形ってこうなの。うーん、これは力めないの。なんで？これはクラブを力めるの。はい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 、はい、うん、要は無知と一緒だから。うん、でもこれはもう伸びきってるじゃない。ってことは、今度こっから悪い力みになる。要はいい力み限界、いい力み 90%、 いい力み 70%、いくついくついくつって、いい力みゼロになって、こっから悪い力みになってくるの、こうやって。あ、要は腕とクラブが一直線になったら、こうやって力む、うんうんうん、でもこうやってなったら力めない。そう、どこ力むのってなっちゃうね、体で。そうなってると、そう、こうなったらボールに向かうんだから、クラブを力めるの、こうやって。そうだね。そう、でもこうやったらもういけないじゃない、だから体力むの、こうやって。そうだね。うん、そうだ、そう、だから直線になればなるほど、腕とクラブが直線になればなるほど、悪い力みになりますよ。うん、でそれを体のターンを使って、それをほどいてって、体幹でこうやって打てるようになってくれば、まあ悪い力みも悪くはないですよね、と。張りになってくるわけ。そう、そういう使い分けをする。それがね、一括りにしちゃってる場合が多くて、力み、はい、ダメみたいな。力むんだよね、飛ばすんだから。力むんだけど、それがいいのか悪いのか、いい力みなのか悪い力みなのかが判断できてないと、一生力めなくて飛ばせないまま終わっちゃうの。だからクラブをこうやって腕と90度にしてあげられると、もうこっからは力めるんだから、力めるんだから、ボールに対してスパンって力んだ。そっか、それでさ、体力めないけど、力んだら触れないね。うん、触れないでしょ。触れない。どんな動きになるんだろうって感じだけど、うん、でも早い段階で結局こうやってノーコックにして、こうやってやったら、うん、こうやって体が力むわけ。そこ力むしかないんだ。肩が張って、うんうん、だからノーコック、コックの違いでもそうなんだけど、うん、スイングの形によって悪い力みが自分はどこの辺で出るのかとか、そういうのも変わってくる。だからもちろん両方注意点があって、コックする人はこうやって角度になるから、こうやって降りすぎるとかね、ヘッドが戻る、だから力んであげてくださいねってことなの。ヘッドを戻してくださいねってこと。でもこうやってノーコックでこうやってやる人は、もうクラブはもう戻ってんだから、フェースアングルだけ気をつけて、この体のターンのスピードでクラブを操作してくださいねってこと。だから左脇が緩かったら、ノーコックでもこうやって抜けますよっていうこと。そういうのが分かってれば対応ができる。そういうコック、ノーコックっていうのも関係してくる。悪い力み、いい力みと関係するから、そういうのが分かってれば、いい力みになれるってことは、距離が出せるってことだ。だから全然それはローパワーの人でも全然飛距離が出せますよってことね。でもレッスン来た人は、こんな力むんですねって言うんでしょ。言うね、今日の人も言ってたから。でも飛ぶんでしょ、それで。全然飛ぶ。こんな力んでいいんだって感じなんでしょ。そうそうそう、力んだ分飛んでる人の方が多いからね。それはやっぱり力み方が違ってたというか、うん、そのクラブじゃなくて体力んでただけだったってこと、うん、クラブを早く振るために力んでる人ってめっちゃくちゃ少ないから、多分レッスン10人来たら1人いるかいないかだからね、飛ばすためにクラブを力まないから、飛ばすために体力むから。あ、力んじゃうね、うん、そう、クラブが早く動いてなかったら飛距離が出ないんだから、そもそも、うん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 、そこだよね。まずはクラブのスピードを力んで早くさせられることができるかどうかよね。え、じゃあそれ言うときは、何、クラブのスピードをもっと速くしてくださいっていうの、うん、それかクラブ振ってますかっていう、こっから動いてませんけどっつって動いてない、全然動いてない、止まってる。もうこっからさ、こうやってってさ、うん、こうやってってもうヘッド浮いてないんだから一回も。そ
そんぐらい動いてないんだよ。あ、そう。そう。で、俺がもう何十回もこうやってヘッドが出てない、ヘッドが出てないってこうやってやってんの。うんうん、で、ゆっくり、超ゆっくりなスピードで、うん、すっごいブラブラで、うん、もうヘッドをこうやって出してくださいって言ってそれができない。どうなっちゃうの？あ、出ない。出ないじゃないよ。そう、だから出し方を知らないわけないんだよね。だけど自分の動き優先してるから、だからこうやってやって反対側にしてってこうやって、うん、あ、これやってみてってこうやってこうやって、おいおい、出たっていう。いや、ネタでしょっつって、そういう、あの出し方をね、うん、丁寧にね、うん、丁寧かどうか分かんないけど、こうやってやればヘッドが左側に行きますよと。とにかくヘッドがずっと右側にいるんだから、うん、左側にヘッドを生かしてあげないといけないですよねって、うんうん、そっからだから、うん、レッスンって、うん、大変だよ。その理解が、そういうヘッドがこう右と左に動かす理解がない方、うん、でもそっからスタートだから、いいの、恥ずかしくもなんともないの。そっからボーンっていくかもしれないし、みんな飛ぶんだよね、レッスン来ると。だから落ちて帰った人はいないよね。ねえ、あ、まあ初心者以外ちゃんとスイングができてる人でヘッドを動かせるようになったら、うん、もちろん飛んで帰るよね。でね、すごく問題なのはそれを続けない。自分の今のこのスペックで、自分の振り方で、俺がちょっとスパイスを与えて飛ぶようになったじゃない。飛ぶようになったのにそれをやらないから、あれしょ、だんだん打ってると緩んでっちゃうんでしょ。緩んでっちゃう、緩んでっちゃうし、もっと飛ばそうと思うから。そんだけ飛んで、今一番いいんです、一番って言ったよねって言って、一番いいって言ってるのにそれ以上やるから、そう、それは崩れるよね。あ、もう何、限界を超えちゃうとか。超えちゃう、超えちゃう、超えちゃう。今のレベルの限界を超えちゃう。それを1年やったらその上があるのに。あ、うん、そういうことがすっごくある。だ、あんだけ良かったのにどうしちゃったんですかって言っていっぱいいるよ。それを生かすも殺すも、まあ、ご本人なんで、まあ、練習量だったり、うん、レッスンに来るペースっていうのは別に増やさなくてもいいんだけど、うん、しっかりそれを持ち帰って一人でできるかどうか、やるかどうか。ここ最近で、まあ、ラウンドレッスンやられた方、うん、2回連続受けてる方がいて、うん、大宮の方、うん、でその方なんかは多分相当やってると思うんだよね。1回も教えた内容を落としてきたことはない。へー、必ずアップしてきてる。へー。で、課題をいくつかお伝えさせてもらったのは、うん、ほぼクリアしてくるわけ。だから次に進める。やっぱりね、それなりに努力をされて、努力っていうか練習されてやってんだなと思って。その方ゴルフ歴30年やってて、うん、だからまあゴルフの本当深いところまで知ってる方なんでね、うんうん、だから俺もすごく会いやすいっていうか、うん、あの教えやすいっていうか、理解のある方だけじゃないですけども、クラブを動かしてボールを飛ばす理解っていうのがあったら、いろいろやらなくて済むことが多いんで、そういうのすごく大事だなと思って、うん、撮ってきました今回。なんか登録質問あります？質問特にはないですか？大丈夫ですか？力みのね。あ、そう、力みの。あとね、あ、そう、ごめん、いい、うん、あのね、やっぱり未だにこんなに力んでいいのっていう人やっぱいる。あ、それ、それ言ってほしい。あ、力む。正しい力みね。そう、正しい力みの方の力みを限界までやっぱり力む。今日の人もね、え、本当どれぐらい、実際どれぐらいでグリップ持ってて、どれぐらいの強さなんですかって言って、俺やったらそんなに強いんですかって言ったら、俺言ってるじゃん動画で、すごくやべえよって、うん、それがね、なかなかまだ伝わらない。まあ、しょうがないけどね。あれ、その体力んじゃう、その、うん、クラブと腕が一直線になっちゃって、うん、体力んじゃう人はどうしたらいいの？角度をつければいいの？いや、正しいそのボディーターンと左脇の締め感と、もうそれはそっちに行くしかないんだ。そっち行くしかない。だってそういう打ち方だから、うん、やめたって宣言してくれたら、うん、こっちやりますよ。ああ、そういうことか、うん、ただ俺それに近かったからね、試合やってたの。あ、そうなんだ。そう、そんなの安定すんの？そう、どこまで言っていいか分かんないけど、まあ、俺は安定してた。すごい練習量必要だし、うん、体幹がめちゃくちゃ必要だってこと。あの、トレーニングしてないと無理。あ、そういうレベルなの、ね、うん、あのね、こうパッ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 って、こう早くキレのある止まる動きっていうのができないと無理。うーん、だから劉律子
選手なんてすごいと思うよ。あ、いつもでもその仕方するよね。うん、あのノーコックの代表例だからね、うんうん、すごいんだ体幹。いや強いと思うけどね、あんだけノーコックでこうクラクラって回転するから。だからノーコックで回転するってことはクラブが外に振られるのを防いでるわけじゃん、うん、だからこうやってできなきゃ無理なんだよね、うん、クラブが離れないようにしなきゃいけないから。だから相当体幹は強いと思うんだけど、まあ、瞬発力もあるだろうし、これができなきゃダメよね。これが、うん、すごく重要で、だから、まあ、そういう人はやり方やる、やった方がいいか。120% レッスンでやりますよ。角度をつける人なのかつけない人なのか、うんうん、まあそれはもうお好きな方でいいんですけど、まあ、向いてる向いてないもあるんで、それはもう分かりません、うん、見てみないと、うん、なんでレッスンに来ていただいて自分がどっちだか分かんないから知りたいっていう方には教えますけど、僕からは言いません。余計なことなんで、はいはいはい、うん、今やってるスイングに対してどういうお悩みがあるかとか、まあ、そこから始まるんで2パターンありますよってことなんですよ、とにかく。なんでまあ力感っていうのは入れます、強いです。ただあのいい力み悪い力みがあるっていうことがちょっとお伝えしたかったんでこの動画撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。